スの駐車場ですが、綺麗に除雪してあって、もうほとんどアスファルトが見えた状態になっています。この辺りが、アクセス路の中では一番の急な区間ですけども、きれいに除雪してあってさらに砂がたくさん撒かれていますので、登れないということがなかったんじゃないですかね。逆にドライになってくると砂で滑るという話もなきにしもあらずですが、まあ、とにかく綺麗に除雪されてます、登ってくるときはもうずっと FR のままで全く問題なく登れました。はい、間もなくヴィーナスラインと合流です。スライムもこんな感じで、ずっと路面見えてましたので問題なくそこまで来たらいいと思います。路肩特に左側ですけども雪の壁低くて大雪が降ったっていう感じがあんまりこう見受けられないというか感じられないくらいの高さですね。右側に除雪車止まってますね。どうもロータリータイプで除雪に入ってくれてあるようで、雪の壁が垂直になってます。でそのおかげで道幅も十分確保されていますね。ありがたいことです。桜ヶ丘79番立科横ですね。右手が昇降寺、5月の連休に花見が楽しめるお寺です。でこの先が立科カントリークラブの入り口。ここわずか残ってますね。会長です。はい、白樺湖エリアへ行った時にいつも出てくるショートカットの出口あたりです。これかなり雪が溶けたのか沈んだのか残雪量が少ない感じですね。ここもロータリー式の除雪車が入ってくれたようで、雪の壁垂直になって車幅というか車線の幅も広がって非常に走りやすい道になっています。はい、御在師神社交差点です。でヴィーナスラインの本筋、上の方が雪少ないような感じですよね。ここ来た方が雪は多いです。まあ除雪した雪が山になってるせいだと思いますけど、左側はロータリー式入って道幅広がってますね。はい、ここら辺の風景はなんか飯山市内を走行しているようなこんな錯覚に陥るような風景ですね。まあ、飯山市内はもっと看板が条例で低く定められているのでこんなにごちゃごちゃ感はありませんが、この
知能の左手、知能から富士見まで国道20号が4日間も通行止めになった降雪量ですからね、まあ、そこら辺の凄さが伺えます。はい、この間16日の日に撮った時にはここが一番ひどい路面状況でしたが、どうも重機が入った感じですね。圧雪というか厚氷というか残っているところはなさそうです。今朝はなんとなく危険な香りがしたので別のルートを通りましたが、これなら朝通っても大丈夫だった感じですね。あ、ごく一部残ってますね。まあ、これも日差しがあれば溶けるでしょう。あ、まあこれだけになってれば問題ないです。うわ、ここはいっぱい残った。はい、上川右岸の通勤バイパスです。ここはもう16日の地点で綺麗に路面が見えて全く無問題でしたので、今日も無問題で走れるかと思います。で、入り口だけ若干厚氷が残ってましたが、まあ、ゆっくり入れば問題ないレベルです。左側の御神渡りのような形の風景は16日とあまり変わってないですね。まあ、若干は溶けて低くはなってるんでしょうけども、ある意味芸術的な雪の壁になってますね。北アルプスがうっすらですが穂高から常念までよく見えてます。はい、ここは対面2車線の区間ですけども、やっぱロータリー型の除雪車が入ってないので、道幅かなり狭くて、センターラインを軽自動車でもセンターラインを踏んで走るような感じの 車線の幅しかありません。ま、路面はドライなので問題ない。